3.8メートルの重さが4.56グラム、キログラムの鉄の棒があります。キログラムね、キロもあんのかい。この鉄の棒の1メートルの重さは何キログラムですか？3.8メートルが4.56キログラム。こういうので考えてみよう。1メートルで何キログラムですか？はい、こういうときは、この棒を使って、4.56割る3.8メートル。ね。そうすると、1メートルの重さが何キロかが出るというこの線を使ってやってみましょう。これ割る、これ。4.56、これを割り算にしちゃえばいいんだね。これ見てたろ。割る3.8すればいいんだ。ね。で、これで式作れば、ここの1のところのキロが出ると。こういう N マークを書けばできるよ。やってみよう。はい、4.56÷3.8。小数点。1個動かす。45.6÷38と。はい、1個で引き算すると。引き算して2個立てる。28162が6で、はい、割り切れた。